よろししくお願いしますこの動画では分子についてビジョンクエスト72ページ73ページの後半を説明します前回の動画では分子構文の基本の形をやりました今回はちょっと異色な分子構文たちを説明したいと思いますまずはこの 独独立立分子構文というこの独立といいいうう言葉がついてます一体どんなものなでしょうかさあこれは前回もやった分子構文の復習になります Because I was sick I returned home early はいこの英文を分子構文で表してみてくださいさあ復習になりますよ頑張ってくださいどうぞ 接続詞 SV これを確かチェックして分子に変えるんでしたよねそして死後の部分を見て判断するんでしたが、まあ、どちらもこれは病気なのも私家に早く帰ったのも私ですねつまり私からして私,、まあ、私自身が病気だったということですから being sick I returned home early という形になりますよねここは問題ないと思います それでは次の英文ではどうでしょうかさっきと違うところはどこですかそう、病気なのが今回はお母さんですよね。家に帰ってきたのは私です。さこれはじゃあどのように判断すればいいんでしょうか分子構文にすればいいでしょうか being sick, returned sick or home early これでいいんでしょうかもしこうしてしまうと病気だったのが私になってしまいますよねそうすると上の文とイコールではありません考え方はまずは接続詞主語、まあ、動詞この文を 確かに見つけまし、見つけて分子には、分子構文にするんですが、今回は、病気だというこの状況ですから、Being sick ということを書くことはできると思います。しかし、主語が、家に帰ってきたのは私ですけども、病気だったのがお母さんですよね。主語が違ってます。そんな時はどうするのか簡単です。主語が違うから、 主語はちゃんととと書こうというこうういです。つまりこの独立分子構文というのは主語が接続詞 SV のこの S とこの文全体の主語が異なるときに発生する英文のことを言います独立分子構文と言いますですから主語が異なるときは分子構文にも主語をしっかりと書いてください それでは練習です。この英文を独立分子公文にしてみましょう。どうでしょうできましたか接続詞 S とするんですがこの文の主語は The Train ですよね。電車と言っはイコールではこれありませんよね。ということは主語をちゃんと書いてあげよう。It being the holiday season。こんな風になるわけです。はい、続いて今度は慣用分子構文です。なんか分子構文にいろいろついてきて鬱陶しいですけど慣用ということは まあ、いわゆるここはちょっと覚えるシリーズになります次の英文を見てください Judging from the look of the sky, it is likely to rain、まあ、空の見た目つまり空模様からす判断すると雨が降りそうだ be likely to で何とかしそうですから、ね、雨が降りそうだです judging from イディオムとして何々から判断すると って覚えたかもしれませんがこれ実は汎用分子構文といって、まあ、分子構文の一部です。これを、まあ、いわゆる接続 CSV の文で直すとするとこんな感じ。When we judge from the look of the sky, it is likely to rain。空模様から判断したとき雨が降りそうです。っていうふうな文から来ています。ただまあこれをよく使う表現なので、もう judging from で よく使うね、フレーズとして入れとこうやというのが慣用分詞構文です。そういうふうな種類の仲間たちが次の通り、これだけあります。ブレイクスルーの247ページ、ここにまとまっています。ここに関しては、このブレイクスルーの部分をチェックしておいてください。さあ、それではちょっと上から意味を見ながら、せっかくですから練習していきましょう。画面の前で繰り返してください。 まず一般的に言って、generally speaking. 率直に言って、frankly speaking. 厳密に言って、strictly speaking. 何々といえば、speaking of, talking of. 天気が許せば、weather permitting. 何々を考慮に入れると、considering. そして、何々から判断すると、judging from. ここに関しては、まあ、覚えるシリーズです早めに自分でまとめたりメモを取ったりして、えー、暗記をしていきましょうそれでは最後負帯状況の with というものをやりたいと思います負帯というのは、まあ、字で見る通りついて帯びているつまりくっついてるということですね何か、えー、このその文の中の動作にくっついてくるそういった 表現を with を使ってすすることができます具体的に英文を見ましょう。意味をちょっと考えてみると、彼は彼女を待っていたんですね。で、この彼女が戻ってくるのを待っていた。じゃあ、この with 以下、これがいわゆる不体状況なんですが、まあ、どんな状況がついてきてるかって言ったら、エンジンを まあ、ランですから、まあ、エンジンジがこうかかっててるっっ感じでしょうか、ね、かかねた状態で待ってたつまり、まあ、イメージとしてはこんな感じですか、まあ、このーがねあの果たして人なのかどうか分かりませんがこんな感じさあそしたらこの今括弧で書いてある青い「ラン」これは果たして現在分子にすべきですか過去分子にすべきですかさあちょっと判断してみましょう ではどっっちになったでしょうか判断のポイントはここです。さウ with は品詞は何でしたかそう、前置詞ですよね。前置詞の後ろは名詞です。つまり、このエンジンという名詞が run、まあ、今回で言うと、まあ、う起動している。起動するのかされるのかというと、まあ、エンジン自体はまあ人によってブッとかけられたら、あとはもう自分でブブブブって動くわけですよね。ですから、エンジンが。 かかったまま、かかっている状態のままということで、ブラ n n i n を正解にしてください。さあ、では次はどうでしょうか The woman was sitting with her legs crossed。さあ、イメージわかりますかこんなイメージ。さあ、そしたら今度は足を組んだままなんですが、このクロスをどうすればいいでしょうか今と同じように考えてみましょう。 また注目のしどころはこの HEREGS です。この部分からすると足というのは人のまあ意思によって組まれるものですよね。足が勝手に組み出されたらちょっと人間やばいですね。自分コントロールできてませんね。ですから人の意思によってクロスされるものですから今回は With her legs closed という形になるわけですね。はい。まとめましょう。 具帯状況の WIZ というのは、この WIZ の後ろ、この名詞を見て、そして分子、現在分詞なのか、過去分詞なのかを判断します。意味としては、この名詞が何々しながら、あるいは名詞を何とかしたままでと、こんなふうにすることができます。今日はこれで以上になります。問題が少しですね、ビジョンクエストの方少ないと思うので、ブレイクスルーのワーク、あっちを活用してみて、 自分が理解できているかどうか確認をしてみてくださいさあそれでは最後この73ページの4番に関してはまた英作文をノートにしておいてください回答はライブ授業の方で確認したいと思いますはい、これで文子の授業が以上になりますご視聴ありがとうございました